いいでしょ。出にくめっちゃ嫌なんやけど、どうしよう。私の一押しやもん。あ、好き。私も好き。とボイスライブも後半に差し掛かってきましたが、どうですか、歌ってみて。めっちゃ緊張した。緊張した。でも2曲目はね、だいぶ普通なれ、なんかスッとできた。横からめっちゃ見てました。いや、好き、ありがとう。テレビでしちゃう。そうね。え、どう、緊張する？してます。今まで好きなアーティストいました？なんかお気に入りいたよみたいな人、新しくお気に入りできたよって人。あ、ありがとうございます。なんか好きな曲あったよって人。ありがとうございます。よかった。ちょっとお腹空いてきました。そういえばここに来てる人って福岡から来てる人が多いですか？福岡からの人、福岡じゃない人が多いかも。います。福岡じゃない方。ちなみにどこから？広島。広島。どこですか？東京。すごい。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんで知ってくれたんですか？インスタです。あ、インスタで。嬉しい。もしかしてインスタライブ見てくださってるとかですか？あー、あの方はもう大好き。ありがとうございます。そう、インスタライブ今ね、毎週水曜日と土曜日でやってるんですよ。よかった。福岡ボイスでインスタグラム調べていただいたら出るので、フォローしてください。ぜひぜひ頑張ってるんで、インスタライブを見てくださってもらって。お腹すいたんだけど。お腹すいたの？嘘でしょ。ブーブーなってる、やばい。そう。やばい、本当に。本当にやばい。でも正月太ったって言ってたよ。正月3キロ太ったんですよ。私あるあるだよね、正月の時。戻んないの、しかも。戻んないの。正月たくさん食べた人。はーい。あら？みんな嘘ついてる。嘘でしょ。嘘やろ。餅食べたでしょ。ね。もううちらが可愛すぎて写真撮ってるじゃん。ええー。照れちゃう。よいしょ、こうやって、こうやって。そうそう、そうやってやめる。可愛い。ねえ、ね、今から歌う曲だね。そう、ちょっと、ちょっと、ね、ちょっとふざけちゃうんですけど、乗ってくれたら嬉しいです。はい。
ラーメンゲットした人、はい、うまかっちゃんなんですけどちょっとこの曲を作った時、本当に夜中にラーメンが食べたいテンションで作ってダイエットしようって思ったけど、作り終わって秒でうまかっちゃん食べました。次は真面目に歌います。Stuck on